まんまこー星来てる、ありがとう。わーいっぱい来た。こんばんまこーやーおひさ、あ、めっちゃ流れるよおひさこんばんは、おつまこ、おうくんこんにちは、あ、こんばんや、こんばんは、山本くんおひさ、ケチさんおつまこ、みかんさんおつまこ、ダットさん待ってました、余裕のないゆうちゃんこんばんまこ、ひろきさん初見です、茶うさぎさんこんばんは、こんばんまこ、しまいちさんこんばんは、こんばんまこ、おー流れるりょうじ45こんばんは、よしーさんこんばんまこ、こんばんまこ、オレンジのなんて言うんだっけ、水星さんこんばんは、こんばんまこ、めっちゃ流れるこんばんまこはたくさんカウントとか星投げとかしてくれてありがとうございます、わー嬉しい、なんかいっぱい来てる、超いっぱい来てるありがとうございまこ、こんばんまこやったー、あ、バラくれた、タイガーマスクさんバラありがとうございます、バラバラありがとうございます、やったー、テロップ加工、あ、余裕のないゆうちゃんさんもなんかギフトありがとうございます、なんだろうこれ、柏餅だっけ、なんて言うんだっけこのピンクの餅、なんとか餅、柏餅だっけ、ありがとうございます、ありがとうございまこ、ひろきさん桜ありがとう、桜なのかなこれ、桜ありがとう、はーい、こんばんまこ、あ、消えちゃったこんばんまこ、え、なんで、なんで今まだ書いてる途中なんだけど、なんでこんばんまこ初配信、うん、あ、できたできたできた、うわ、たくさん星とかありがとうございます、わーい、たくさんありがとう、わーい、ありがとうあ、初ショールームだねとか、あ、綺麗な目ですね、ありがとうございます、ラーメンおじさん、はじめまこと、あ、ラーメンおじさんこんばんまこ、ごめんなさい、バンってやっちゃった、黒ヤギさんこんばんまこ、ラッシー島田中さんこんばんまこ、ごめん本当に読み切れん、ごめんないイッシーさん、まこちゃんこんばんは、待ってたわよ、お久しぶりです、こんばんまこ髪の毛伸びた、ちゃちゃさん初見まこ、しーくんおつまこちゃん、まこすけ、わ、いっぱい来てるおつまこだって、アンディさんありがとうございます、まこちゃんこんばん、天ぷらさん、まこちゃんはじめまして、まこお久しぶり、まこいっぱい来ててちょっと読み切れないんだけどヒーロさんとか、ユージーさん、川のペピさんとか、左手の恋人さんとか、カウントありがとうございます、グホンさん、ありがとう、星とかも皆さんありがとうございます、あ、いっぱいギフト来てた、ラーメンおじさんギフトありがとうございます、これ何、なんかクマがお団子みたいなの食べて、クマがお花見してるやつみたいなの、ありがとうございまこ、嬉しいイタルッチさん花束たくさんありがとうございまこ、イエーイ、花束ありがとう、つまこ嫌いですわーさん、桜ありがとうございます、たくさんありがとう、しーくんさん花束ありがとう、いい、なにこれ、ドギージャムさん、尊いありがとう、尊いってやつくれてありがとうございます、ありがとうございまこ、ひろきさん、わー、なにこの、このお花、お花じゃない桜の木ありがとう、わーい、けいすけさん、風呂敷、謎の風呂敷ありがとうございますはい、どうしよう、ちょっと待って読み切れてないんですが、こんばんまこ、メール来たまことか、ありがとうございまこ、こんばんまこ、
あと10分のメールが今来た。え、本当？私ちゃんと10分の時にあと10分ですってメール送ったんだけど、多分あれだね、確認とかのあれがなんかでちょっと遅くなったのかな。多分反映が遅かったってことね。あと10分が今来たんだじゃあこれからあともうすぐですとか、これから始まりますっていう風に書きたいと思います。わあ、たくさん星とかカウントありがとうございます。モバメお試し取らずに本登録しただって、ありがとう、嬉しい、やったー、嬉しいです。あ、左手の恋人さん50カウント完了、おつかめ様です、おつまこです、50カウントありがとうございます。オレンジの先生さん、まこちゃんの気に好きだって、ありがとう。さやたそう髪長いねそう髪なんかそう思った、最近ふと思って髪めっちゃ伸びたなと思って、今日は特にまっすぐになってるからめっちゃ髪ロングの人みたいじゃない。アッキーさん初見です、僕今日誕生日です。今日誕生日なんだ、おめでとうございます。なんか見たことある気がするな、ないのかな、気のせいかな。ありがとうございます、おめでとうございます、誕生日。はじめさん、おまこまこ、おつまこ、オレンジの星座、もぐちゃんの気に好き、ありがとう、嬉しい、かわいい、顔がタイプです、ありがとう。山本くん、オーディションの時なんでペットの名前秘密だったん？なんかまだ受かってなかったから個人情報を秘密にしてましたとウニちゃんとイクラちゃんっていう猫を実家で飼ってますまこちゃん SKE メンバーナウありがとうございます、サンキュー。祝初配信おめでとう、ありがとう、ゲンチさんありがとう。どこどこまこちゃんの禁じられた2人はキャラがぴったりすぎて素敵です、ありがとうございます、嬉しい。なんかそう、顔がなんていうの、暗いからなんていうの、結構暗めな感じの見た目なので、すごい悲しい感じの曲は得意なのかなって。初配信おめでとうございます、ありがとうございます。メール来たー、だって、来た、今来たんだよね、なんか遅かった、10分前ぐらいに送ったメールが今届いたみたいで、始まりまこ、おつまこちゃんこんばんまこ、こんばんまこは流れますね、流れております。あ、わ、たくさんギフトが来てた、気づかなかった、ごめんなさい、ありがとう。こばんちゃん、なんだこのひなぴよじゃなくてひよこ、かしわもちみたいなやつ、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。けんちゃんものひよこのかしわもち食べてるやつ、ありがとうございます。アンディさんかわいい、ありがとう、どっちいい、かわいい、どっちかわかんないけど、かわいい、ありがとう、ありがとうございます。ひろきさんもハートたくさんありがとうございます、バーイハートありがとうございます、ありがとうございます。斉藤さんかわいい、たくさんありがとうございます、やったー、ありがとう。セイレムさんとか、いてっちゃん、みかんさん、ひろきさんとか、星たくさんありがとう。誰だろう、わかんないなハートの作り方かわいい、だってありがとう、ハートイッシーさんこんばんは、フォローしました、ありがとうございます。ぜひ皆さんたくさん、なんだ、なんていうの、あ、フォローしてください、ん、フォローは1回か、メンバー来てるよ、ほんとメンバー見たい。ハラピョンさん、いつかみっちゃんと気にしてほしいな、あ、身長的に私がお姉さんになるのかな、やば、でも年齢が私の方が年下なんだった、あれま、よいしょ。ポテーモンさんメンバー来てるよ、あ、これ読んだ小島子さん卒業したら大まこさんが入ってきたのね、そう、確かに大まこ、橋まこかと思ったけど、思ったより話すのでびっくりまこ、私ショールームとかはめっちゃ話せるかも。切ない表情がいいね、だって気にの、ありがとうございます、まこちゃんが気になりまこ、嬉しいまこ、う、売れまこ、嬉しいまこ天ぷら社、名古屋での生活慣れた、慣れ
たのかな、多分慣れたんじゃないかな。なんか慣れたっていうのがどっからなのかよくわかんないけど、まあ慣れたのかなって思いまこ。昨日の夕方のブログにまこちゃん出てて、あ、それ見ました。なんかおつかったんって言ってて嬉しかった。あ、たくさんギフトが、わ、イタルッチーさんハートたくさんありがとうございまこ。イデちゃんもハートたくさんありがとうございまこ。わ、1500人突破突破突破ありがとうございます。マサオさんこんばんは、フォローしました、こんばんは、ありがとうございます、よろしくお願いします。宮本さん、もくちゃんこんばんは、フォローしました、いつももくちゃん僕に新しいニックネーム書いてください、お願い、ん？ってこと？フォローありがとうございます。何だろう、宮本ちゃん。おつかたん呼びは新しい、え、おつかたんってブログの題名に書いてあって、え、使ってると思って嬉しかった。え、メンバーどこにいる？全然わかんない。すごいね、なんかみんな見つけられるのがすごい、意外とコメント読むのが下手だったまこ。ぬるまゆさんかわいい、ありがとうございまこ、わー、ありがとう、たくさんありがとう、嬉しい。わー、入り内島さん、え、入り内島、え、さやかちゃんいるの、さやかちゃん、さやかちゃん、え、さっきいた、今いるかな、さやかちゃん、ナタリちゃん終わったから見に来るの、あ、来るかな、ナタリンゴ、ナタリンゴ、わー、ぬるま湯さんかわいい、たくさんありがとうございまこ、嬉しい。フォローしまこだって、フォローよろし、よろまこ、ありがとうございまこ。喜びまこ、次の誕生日は令和なんだね。そう、私新元号バースデー、そう、新元号バースデーなんですよ。5月の24なので、そう、そう、あ、5月から新元号なんだっけ？そうだよね。え、やだー、やったー、なんか。そろそろ仕事に戻らなければ、お仕事頑張ってください。頑張りまこ。だいぶコメントを飛ばしてしまったんですけど、ごめんなさい。昨日の声、ユニットだけ三色団子さえ振りました。わ、ありがとうございまこ。なんか、そう、ユニットになった途端、なんかさらにポツポツと増えたなと思ったのは、それだったんですね。ありがとうございまこ。星とかもたくさんありがとうございます。まこちゃん、目がめちゃくちゃ綺麗だね。ありがとうございまこ。こんばんまこ。今結構遡ってみました、コメント。どこまこのまこって語尾につければいいの。そうです。なんていうの、ますとかはまこに変えるっていう感じ。なんか挨拶はまあいいんですよ、まこをつけて。なんだけど、なんていうの、ありがとうございますはありがとうございまこみたいな、なんて言うんだろう。ありがとうございまこ、こんにちは、こんにちは、こんばんは、おはようは、まこつけていいんです。大体は、ますがまこになるっていう風な使い方。あ、おつまこは、ますと。あ、たかぼんさん、まこちゃん、こんばんまこ、こんばんまこ。ありがとうございまこ。まこちゃんの金煮が見たい。結構やってます。3回ぐらい。3回目です。そう、ぜひ、あれで、なんだっけ、配信サイトで見てください。あとは劇場で。げんちゃさん、ハートありがとうございます、ありがとうございまこ、嬉しい。わー、ぬるま湯さんたくさんかわいい、ありがとう。いたるっちーさん、バラありがとうございまこ。げんちゃさん、ハートありがとうございまこ。イエイ。なんかこんなにずっとまこまこやったことは、なんかこんありがとうございまこが多すぎて、なんかなんかって感じ。けんちゃん、花束ありがとうございまこ、嬉しい。今
度必ず公園見に行くからねって、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。こんばんまこ、よろしくまこ、劇場でも見たいです。ゲシュタルト崩壊するわあ、15分経過しました。ナタリンゴ、おつまこが先輩にも流行りつつあるのすごい。そう、なんか私あだ名がおつまこちゃんになってるんですよ。だからなんかもうおつまこちゃんでいいかなってそう、ニックネームはまこちゃんなんですけど、なんかおつまこ使いすぎておつまこちゃんでいいかなって思ってますなのでおつまこちゃんって呼んでくださいえ、日曜日の金に良かったよ、ありがとう、嬉しい、頑張って、ありがとう。カズリンさん9期で最年少なの？9期で最年少ではないんですよ、ギリ3番目下から、結構でもちっちゃい方ですよね。だって小6、あ、もう小6じゃないんです。あ、中1、中2、中3になるのか、私中3になるんだ、うん、そうなんです、下から3番目です。つまこちゃんかわいい、ありがとう。9期のみんなの意外なことを教えて。9期のみんなの意外なこと、え、なんだ意外なこと、意外なことは、え、意外なことはなんだろう、意外なこと、意外なことはなんだろう、意外なことは、姫たんが最初めっちゃなんか、私お披露目の時から姫たん好きと思ってたんですよ。あの背高くて声がめっちゃ好きと思ってたんですけど、なんか最近結構やばい人ですそう、やばい人だと思ってまこ、なんかなんかね、なんか結構やばい人だなって。あ、そう、なんか手をさ、もぎ取られたいって言ってたんですよ、姫ちゃんに。やっとそれ叶いました。自撮りじゃないんですけど、あの、なんだっけ、取って出しの、取って出し、言い方で合ってる、それでの、あの、やつ、劇場公演の時にパシャって撮ったやつ持ってます、見てみてください。最近までまこちゃん JK やと思ってた。そういうのよく言われるんですよ、やばい人、わらわらわら、そう、やばい人、魔法のまこちゃん、おつまこちゃんかわいい、ありがとうございます。コールもおつまこですかね。おつまこはちょっと言いにくいじゃない、コールはまこちゃんかな、うん、そうだねそう、名字なくなっちゃった。5月の名古屋での握手会行きます。えー、やった、嬉しい、ありがとうございます。ぜひ皆さん私の握手を取ってください。ぜひぜひ私の握手会来てね、待ってまこ。やばい人、わらわらわら、めっちゃ笑ってるみんなありまこ、9期だけの公演どうだった？めっちゃ楽しかった。なんかあれですね、すごい楽しめた、なんか一番楽しかったラグーナも、ラグーナと9期の公演が一番楽しかったかなって思います。いつも楽しいんですけど、公演なんか、なんていうのなんていうんだろう、なんて言ったらいいんだろう、まあ、間違えたりとか、まあ、ちょっとこれダメでしょって思うところはあったけど、そうあったけど、でもみんな表情とか心の底から楽しんでるから、すごい楽しかったなって思います女の子が憧れる感じの雰囲気、本当嬉しい。中3なんだね、受験来ちゃう、確かに姫と池田愛が溢れすぎてる。だから最近なんか池田離れしてるとかさ、ブログで書いてたからさ、ちょ、チャンスじゃない、まこに乗り換えるチャンスと思ったんですけど、なんか結局なんか買いには行っちゃうんですよ。うん、ちょっと負けてるんですよ、私。ちょっと頑張りますあ、頑張りまこ。ひろきさん、ハートありがとうございます。わー、たくさんありがとう。いたるっちさん、ハートたくさんありがとうございます。げんちゃさん、ハートありがとうございます。わ、どこまで読んだどこまで見たんだろう、わかんないけど。56番じゃいるよ、あ、ほんといる、どこにいるんだろう、見えないな。ちょいちょいまこ忘れるよね、ちょっと忘れちゃうんだよね。だからありがとうございまことかはあんまり言わないんですよ、本当は。
おつまこはめっちゃ言うんですけど、こんにちはまことか、うん、一滴まことか、頑張りまこは言うんですけどなんて、ありがとうございますってなんか言った方が、ちゃんと言った方がいいのみたいになるからなかなかね、うん、ありがとうございますこう言うことは少ないまこキャラか。キミちゃんも来た、え、キミちゃん来た、おつきみ、キミちゃんコメントしてる、してない、ちょっと全然ね、わかんない、あ、猫みたいでしたってナタリンゴ、ナタリンゴがコメントしてる。わあ、マサオさん花束ありがとう、ありがとうございます。ヒメタンはユウカタンと同じタイプかな。ユウカタンさんは、オツカタンさんはそんなにやばい人でしたっけ。あ、確かに言ってもまあ、うん、そういう系統ではありますが、ヒメタンの方がちょっとやばいかなって思います。おつまこちゃん大人っぽい、ありがとうございます。14歳でごっす。何、猫みたいでしたってなったりんご何何何、名古屋で写真を撮ったから次は握手行きまこ、ちゃちゃさんありがとうございます。ぜひまこの握手みんな来てね。公園でまだまこちゃんを見ることができてない、えーんだって、うーん、うーん、かなぴー、あ、ん、赤堀きめおつまこで、これ本物、名前変えたのきみちゃん、どれこれ、これ本物、このこのニキさんのさアバターのやつ、なんかいつも ID みたいな感じのさ、なんていうの、ああいう感じの名前じゃん。私も赤堀きめってフルネーム書いてあるから偽物かと疑ってしまう。猫のまこちゃん、おつまこは使いやすい、おつまこほんと使いやすいです、何でもおつまこ使ってください。先輩とは夕方以外仲良くなりました、わかんない、誰だろう、あ、深い願いさん深い願いさんは優しい、仲良くなれてます。学校でもまこごで話すの、学校で喋んないまこご、まこご喋んないよ、それはちょっと、あ、でもメンバーとは話す、でもメンバーに本当におつまこって本当に言ってるから、本当にもう帰るときにバイバイおつまこって言うから本当に言ってる。おつまこと何の話しようか、悩みまこ、え、何でもいいよ。ラーメンおじさん、桜ありがとうございまこ、イエーイ、え、14歳なの、14歳です。飼ってる猫に似てきてるって本当になんかさ、嬉しいような、嬉しくないような、なんか猫としては可愛いんですよ、うちの猫、人間になったらどうかなって思うビオラで弾いて楽しかった曲は何ですか、何弾いてたかな、なんか名前覚えらんない、クラシック系の名前が分かんないな。あ、そういえばさっきちょっとなんか読めなかったんだけど、なんかね、ビオラどのぐらいやってましたみたいな感じの来てたんですけど、なんだなんだっけ、うん、小学生の時に小3から始められたのかな、だから3年ぐらいやってましたね。1回の配信何回まこというか、今度数えまこ、え、数えてください、楽しみよろしくお願いします。よろまこ、まんじ的な感じね、そう、そういう感じで何でもおつまこみたいな、マジおつまこみたいな、そういう感じ、滑ってもおつまこ、何でもおつまこでいけるんじゃない、ビジネスまこご、ビジネスではないさりげなく言ってくるからマジで面白いまこそう、そう、最近ちょっとさりげなくおつまこって言ってるんですよ。あ、キミちゃん毎晩おつまこって言ってるから、そう、本当にさりげなく言ってる。いでちゃん、だるま、ありがとうございまこ、だるま、ありがとうございまこ。おつまこ、おたともとは使ってるよ。ですよね、やっぱりさ、なんていうの、おたともとかには言えるよね。先輩にやったねって呼べるマリンを思い出す。あー、マリンさんもやったねですよね。おつまこ、猫の写真満たさる。あ、じゃあ、モバメとかで送りたいと思います。あ、モバイルメールとか。
SK メールとかで送りたいと思います。ゲンチョさんかわいい、ありがとうございます。たくさんかわいい、ありがとうございます。イタルッチーさんもかわいい、ありがとうございます。もう大橋まこってより名前おつまこにの印象強い改名しまこ、うん、それ考えてまこ。ケイスケさん、これなんだろう、なんだこのクマのやつ、ありがとうございます。やばい人来た。ええ、ひめたん来てる、ああと4分、え本当に来てるね、コメントしてね。あ、来てる来てる、ケーキ生誰、あ違うこれじゃない、マジでスルーマコじゃん、スルーマコ、やっただ来てる、気づかなかった、ごめんね、あ嬉しい。ひめたんおつまこ、なんか意外となんか気づけるメンバーすごいね、なんか私意外とコメント読むの下手かも。配信中何回マコって言ってるんだ、何回言ってんだろう、ひめたんが怒ってる、ごめんマコ、ごめんマコ、許してマコ、おつまこが終わってしまうのが辛い。いやーやばい人来た。たんたんひめたん、やったマコ、ひめたんと同じアバター、そうひめたんのコメントのすぐ下に同じアバターの人いたから読んじゃった、間違えて、ごめんマコ、ひめたん、わーい、あアイスありがとうございます。ゆずちゃんアイスたくさんありがとうございます。あそろそろ終わりたいと思います。ランキング読もうかな、壇上にいるの何人までだっけ、13位までか、じゃあいきます。13位、ゲンチョさんありがとうございます。12位、大久保さんありがとうございます。11位、山本くんありがとうございます。10位、りょうじ45さんありがとうございます。9位みかんさんありがとうございます。8位ぬるま湯さんありがとうございます。8位ドギージャムさんありがとうございます。7位けいすけさんありがとうございます。6位斉藤さんありがとうございます。そして5位は雑巾さんありがとうございます。そして4位ラーメンおじさんありがとうございます。3位余裕のないゆうちゃんありがとうございます。そして2位はいでちゃんありがとうございます。1位はデリリ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 リン、ひろきさんありがとうございます。おめまこ、パチ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 、星ありがとうございます。わーたくさん星ありがとう。まさおさんって方ありがとうございます。いたるっちさんかわいい、いでちゃんアイスこれアイスありがとうございます。おつまこタイムパチ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 、まこちゃん配信ありがとうね、お疲れ様。まさおさん来てくれてありがとうございました、ありがとうございます。はじめ侍さん、侍でいいのこれ、語尾のまこが不安定だった結構な、ありがとうございまことかはねまこ使いますけど、またもこありがとうね、こんばんは、お疲れ様でした。おつまこでしょそれはおつまこ頑張りまこ、コメント拾ってくれてありがとうございまこ、お、コメントしてくれてありがとうございまこ、今こそおつまこの使いできそうだよねえ、ひめたんとかナタリンゴとかおつまこもういないのかな早すぎじゃない、おつまこ、おつまこ、わあおつまこ、セイリムさん、アンディさん、ケンさんおつまこ、ダットさんおつまこ、ピカタさんおつまこ、ありがとうございまこ、うながっぽさんおつまこ、斉藤さんおつまこ、イタロッチさんおつまこ、ゲンジさんまた見に来るまこ、ありがとうございまこ、おつまこ、怒られまこ、おつまこ福祉会めっちゃ楽しみにしてるね、だってありがとうございまこ、あ30分になった、終わりまこ、みんなありがとうございまこ、多分明日配信すると思います、なので明日配信しまこなのでまた来てね、おつまこバイバーイ、おつまこお時間になりまこ。
あ、ま、あと10秒いけんじゃない。おつまこ、おつまこ、おつまこ、みんなありがとう。おやすまこ、おやすみまこ、おつまこ、わあ、おつまこ、粘るぞ、粘る。おつまこ、ありがとうございまこ。明日も配信しまこ、おつまこ。